ブレイエ原子力発電所は、フランス共和国ジロンド県ブローイコールエイコール3、ルイの西に所在する原子力発電所。施設は、ジロンド川の東岸にあり、ボルドーから北へ5 0トルロワヤンから下流5 0トルに位置している。所内には4基の加圧水型原子炉があり、それぞれ91万キロワットを発電している。 原子炉プラントの供給元はアレバエヌピー社とアルストム社。冷却水を確保するため、ジロンド川沿いに建設されている。1981年に1号機が稼働し、1983年に2号機以降が一斉に営業運転を開始している。ブレイエ原子力発電所内には1200人のフランス電力職員と250人のサービス業職員が働いている。 4基の原子炉は年間27億キロワットアワーの電力を発電している。これはフランスの電力消費量の6.15%に達し、アキテーヌ地域圏の需要量の1.2倍に相当し、運転開始以来6740億キロワットアワーの電力を生産している。1998年、プラント安全性年次報告では、 堤防の高さを50センチメートルの増設の必要性が通知される。しかし、フランス電力公社は、護岸工事の増設を延期した。1999年11月19日に、フランス電力公社は、堤防増設を保安作業計画に付け加えられる。1ヶ月後の12月27日、マルタン嵐による川口部の急激な増水で洪水が発生した。 保安上の理由で3機の原子炉は自主的に運転停止する。この事故は国際原子力事象評価尺度でレベル2に分類された。1999年1月5日、地方新聞、シュドウエストは重大事故に近かったという否定的な記事名で事故を報道し、発電所当局は災害シナリオで想定される事態を回避したことを説明した。 フランス産による報道では、洪水数日後の状況について伝えている。原子力安全防護研究所、イップスンは2000年1月17日に報告書を発表し、原子炉建屋基礎について、保安評価上で同様の事故が起きる可能性のある原子力発電所にブレイエ以外に、ベルビル原子力発電所、シノン原子力発電所、ダンピエール原子力発電所、 グラブリーヌ原子力発電所及び参道乱原子力発電所を挙げた。これらの原子炉建屋基礎は立地条件的に十分な高さが確保できないまま建設されていたため、対策について議会報告書が発表され、所内外の防護体制が改善される。1999年以来、チャノブレイ協会はブレイエ原子力発電所の廃止を求める活動を行っている。 2002年と2003年にフランス電力公社は国際原子力事象評価尺度レベル1に値する2つの事象を発表しフランス国内の原子力発電所の耐震性に関して対策する2002年10月14日の事故については炉心の冷却水を確保する貯水槽の耐震性に関してで必要な耐震工事は2005年12月に完成する 2003年10月28日にも耐震性に関する事象について発表され、2002年10月14日の事故で貯水槽に接続している配管の耐震性の問題についてであった。核原子炉の特性は以下の通り、ありがとうございます。